皆さんこんばんは、ななみです。今日はちょっとね、新しいコスメを使ってメイクしてみました。それではビデオスタート。はい、じゃあ始めていきます。はい、最初は HAKUの美容液ファンデ塗ります。今すっごい早い時間だからむくみ方が尋常じゃないむくみマンみたいな。しかもちょっとボイス小さめで、ね、これをなじませます。今日検診なんですよね。まあ検診終わったらすぐちょっと今日は帰らなきゃいけない用があるから、メイクしなくてもいいんだけど、業者さんが来るからね、お家に。一応お化粧しないと、そういうことで化粧してます。この美容液ファンデーションは塗った後に肌が疲れてないのが分かるというか、洗い流した後プルッとなってるのがすごいなって思います。やっぱ美容液ファンデーションだから、他の普通のファンデーションを塗った後とは全然違う感じになります。はい、じゃあコンシーラー塗ります。今年は花火大会行けてないな。もうみんな行きました？花火大会。ちょっと今の状況だとトイレ近いから無理だなと思ってやめちゃった。今年はトイレ行きたいってね、思った頃にはね、遅いからさ、早め早めで行かなきゃいけないし、し終わった後もう尿意がみたいな時もあるのね。え、今したのにみたいな、そういう時もあるから怖いじゃん。はい、今日はイプサのフェイスパウダー使います。眉毛ね、このビセリシェから新しく出たピンクブラウン、ここを使います。おう、なんか多分3色新しく出たやつだと思うんですよね、これ。そうかな。このビセのついてる振りが割とちょっと固めなので、パウダーがのせやすいので好きですね。こんな感じで、あとは眉尻を自然に垂らしていくだけ。眉毛の毛が暴れてますよ。で、このアイブロウマスカラね、初めて買ったんですけど、インテグレートのニュアンスアイブロウマスカラ買いました。あれなんだね、なんかインテグレートのアイブロウマスカラすごいいいみたいで、ランキングが上の方にあったんで買ってみた。まあ、確かになんか風味とあんまり変わらないかも、このなんか長さとか。でアイシャドウはね、新しく買ったこのマキアージュのドラマティックスタイリングアイズ S のベージュの233番使いたいと思います。こんな感じでベースをまず塗ってから、こう筆でなんていうの、左右にこのアイシャドウのここのカラーをこのブラシでこんな感じで塗るんですよ。で最後にここでツヤ出しをするっていう感じになります。先にベースを塗っていきます。なんかベース自体はちょっと薄いピンクになってるんだけど、まあ特に発色はないかな。この筆をここに置いて左右に振る感じで塗っていきます。このベースありきのアイシャドウなんだなって思った。こうこんな感じ。うん、結構綺麗についてくれてるかな。結構ね、これ時短になると思うんですよね。こう左右にベベベってやるだけだから、急いでる時とかめっちゃいいかも。で真ん中にこの明るいカラーを入れます。ここは立体的に見えて綺麗なアイシャドウが完成ということですな。こんな感じです。でチップでこの下まぶた今度は塗っていきます。で下まぶたもこの中心にのせたカラーをここにのせます。
このビセリセのメルティシャープジェルライナーの321番のプラムブラウンっていうの初めて見たので、こちらも買ってみました。本当に落ちなくて、こうやって描くじゃん、で擦っても本当に落ちないのほら、すごくないですかこれ。だからこのねジェルライナーすっごいおすすめです。細いから描きやすいし、色味がはっきり出るので、まあ、ぼかしたかったら上からシャドウでぼかせばいいし、このままこうくっきりしたラインを描くこともできます。あ、いいじゃんこのプラムブラウン。マスカラはヘレナですね、使っていきます。マスカラしてる時ってなるだけ見られたくないよね。一番やっぱい顔してる時だと思うの、このメイクしてる最中の中で。上はいいとしてさ、下がやばいよねこの塗ってる時の顔ノーズシャドウとシェーディングはこちらで仕上げます。この数字に塗る。先だけ毛糸、これで鼻がだいぶマシに見える。塗りすぎたとこを動かします。アイライトはローラメルシエのディボーションを使います。おでこも鼻も頬骨もちゃう。でチークは韓国コスメのやつ、この04番のラベンダーを使います。一見やばい色なんだけど、つけるとそうでもないっていう不思議だよね。で RMK の新しく出るこのストーンブロッサムブラッシュインナーストーンってやつ、これちょっと使ってみたい。なんかこんな感じなんですよね。で色味がちょっと明るくなるような感じ。粉質はしっとりしてるかな。すごいさーってなじむわおおとか言って、なんかハイライトって感じのギラギラ感はないけど、なんかこうやんわり肌をこう綺麗に見せてくれる感じ。リップも新しく発売される RMK のストーンブロッサムリップスの03番のフレイバブルを使います。これもねカラーがこんな感じで、もう大人な赤って感じでしょでこれすごい不思議なのが、ちょっとこうメタリックっぽさもあるので上品な仕上がりになります。つけていきますね。馴染みがいいですよね、多分こう赤って感じではないので。塗り心地はほんとスーって塗れる感じで、あの程よくしっとり感があるので、パサパサしたりするような感じのリップではないです。すごい塗りやすい。色味こんな感じ。グロス以外で初めて RMK のリップ使ったけど、これすごいいいですね。あとはシェーディングして仕上げます。でこれウズじゃないんですけど、不老不死の方のブラウンのアイライナーを使います。ちょっとこう目尻にラインを入れます。アイシャドウがめっちゃいい色、マキアージュ。これ買ってよかった。かなり時短にもなると思うし気に入った。はい完成です。
はい、ということで今回はこのマキアージュの新しいねアイシャドウを使いたくてメイクしてみたんですけど、簡単にグラデーションが作れるっていうのはもちろんなんですけど、色味がすごい使いやすいのでいいなって思いました。あとね、この8月の2日に発売されるこの、RMK のねコスメもいいなと思いました。なんか全部使ったやつが良すぎてすごい大満足です、個人的に。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録、こちらからよろしくお願いします。バイバーイ。